なんだ、鍵がかかってないぞ。当たり前だ。俺たちはナインスターズのご招待だぞ。なるほど、奴を待たせてしまったな。ナインスターズか。ふざけた奴だ。今度こそ正体を暴いてやる。行こう、ジョンさん。サンゴホールだ。誰もいない。気味悪いな、静かすぎて。ジョナさん、探査コーナーだぞ。タレコミ屋はまだのようだ。月面コーナーだぞ。静かだ。本当に月面にいるようだ。何か気配がしないか、ヘド。ビヨンドコーナーだ。見ろ、俺たちの首が切り取られてる。悪質ないたずらをする奴らがいるな。嫌な予感がする。早くナインスターズを探そう。探査コーナーだ。あ、この宇宙服、あのタレコミ屋の。ジョナさん、首がない。俺たちプリスノーツの人形と同じだ。ん、パイオニアのプレートにも何か書いてある。その宇宙服にも書いてあるぞ。胸に何か書いてある。この剣から手を引け、リスノーツだとさ。俺たちへの脅しか。ん、どうしたジョナさん、座り込んで。いや、ちょっと調べ物さ。ジョナさん、血だ。人間の血だ。なんだ、血が太陽系を指してるぞ。これは何かのメッセージだ。このあたりか。木星？あのホログラムだ。あそこに太陽系がある。それだ。後ろのホログラムを見てみよう。ジョナさん、おかしいぞ。どうかしたか。惑星が一つ多いんだ。惑星が10個浮いてる。一つ多いって。なんだろう、この惑星。これだけホログラムじゃない。よくわからん。手の形、上から見るとちょうど石田の家紋、供養になる。ナインスターズってのは石田の家紋、つまり社員コードだったんだ。そうか、北条のホワイトボードにあったマークはこの供養だったんだ。ジョナさん、感心してる場合じゃないぞ。徳川の殺人マスキードだ。俺たちも石田のように一滴も残らず血を吸い取られるぞ。罠か。ジョナさん、マスキートが攻撃してきたぞ。撃ち落とせ。持っておけばどんどん血を吸われるぞ。
逃げない。ジュラさん、逃げよう。このままではやられてしまう。月面コーナーだ。しかしエド、本当に撃てないんだな。すまん、援護はできん。白い血だ。こいつら何者だ。ただのチンピラではないことだけは確かだ。こんなところに消火器があったのか。宇宙服で見えなかっただけだ。あまり目に触れないようにしてあるんだろう。酸アルカリ消火器のようだ。逆さまにして使うやつだ。火災じゃないんだ。役には立たん。早く逃げよう。ロビーだ。どうする、入り口まで走るか。こいつらを外に漏らすと大変だ。じゃあどうする、犠牲になれとでも。何か方法があるはずだ。考えろ、考えるんだ。マスキートのセンサーは単純なものだ。蚊と同じで CO2 を感知して寄ってくるようプログラムされている。ということは俺たちの吐く息の他に CO2 を多く含んだものがあれば、うまくいけばそれでマスキートを一箇所に集められる。この AMM で CO2 を含んだもの、確か最初に来た時も説明を聞いたような気がする。 CO2 か。ドライアイスがあればいいな。ドライアイスはないだろう。そうだ、あの消火器はどうだ。 CO2 を発生させられる。なるほど、月面コーナーだったな。うん、消火器を取りに行こう。ちょっと待った、そんな消火器よりも効率のいいものがあるぞ。なんだ。このサンゴはどうだ。石灰質だ。そうだ、いいぞジョナサン。サンゴは大量に CO2 を吸収してる。あんな消火器より大量の CO2 が出るはずだ。うん、このサンゴ礁を溶かそう。そうすれば CO2 が発生する。どうやって。塩酸で溶かす。塩酸。酸なんてどこにある。酸、酸ならあるぞ。どこに。月面コーナーに消火器があったろ。あのタイプは酸アルカリ消火器だ。消火器の中心に硫酸が入っているんだ。どうやらあの消火器とは縁がありそうだ。上下を逆さまにすると外の炭酸ナトリウムと反応するタイプだ。それを使おう。消火器だ。よし、間違いなく酸アルカリ消火器だ。確かに中に硫酸が入っている。よし、外すぞ。よいしょ。あ、手が滑る。ジョナサン、ルビー急ごう。消火器を投げる。中心を撃ち抜いてくれ。わかった、射撃なら任せろ。何万年も閉じ込められていた古代の CO2 だ。やったぞ、うまくいった。ジョナサン、今のうちに脱出しよう。よし、扉を閉めてこいつらを隔離するぞ。
危うく奴らの罠にはまるところだった。BCP に連絡して、中に閉じ込めたマスキートの処理を頼もう。町に出たら大惨事だ。これまでの状況を考えると、石田が北条をそそのかして、徳川のナークカプセルを横流ししていたようだな。うん。ちょっと、整理してみようか。石田は BCCH 出向の件で会社に対して不満を持っていた。もちろん金もあるだろうが、徳川への怨恨もあったろう。そこで石田はこれまでの K シリーズに目をつけた。新製品である K9 のサンプルを BCCH の薬局を利用して売りさばいていたんだ。徳川に内緒で。徳川もバカじゃない。マークカプセルが外に漏れるとすぐにわかる。おそらくマークカプセルを徳川から購入しようとしていた組織の連中も不審に思ったはずだ。組織を通さず市場の末端にマークカプセルが取引されることを最も嫌うのは彼らだからな。つまり石田たちは徳川と組織の両方から命を狙われていた。北条は行方不明になり、恐ろしくなった石田は俺たちに助けを求めてきた。徳川と組織が相手じゃあいつには勝ち目はない。石田は俺たちを使ってビヨンドを離れるつもりだったんだ。しかしどうしてあの時奴の声に気がつかなかったんだ。ホームなまりが引っかかってたんだ。なまり？メリルが電話を取った時ホームなまりがあったと言っていたな。それが？石田は根っからのビヨンズだ。ホームなまりはない。それでタレコミ屋は石田ではないと確信してたんだが、まんまと石田にはめられたってわけか。情けないがな。しかし何か判然としない。どちらにせよ石田はまずい立場になった。徳川や組織を敵に回し大儲かしている。あの中腹で姿を隠して現れたのもそのためだろう。そして石田は口を封じられた。しかしあの時の男と石田が同一人物だという確証は？あの時男が着ていた宇宙服は間違いなく首なし死体が着ているものと同一だ。同一？男とコンタクトした時こっそり宇宙服に印をつけておいたんだ。印？タバコで服をちょっと焦がしたのさ。なるほど。そのくわえタバコも役に立つことはあるんだな。さっき調べたのはそれか。で、あったか？印は確かにあった。中にいた人物が石田であったかどうかまでは確証できないが、同じ宇宙服であることは言える。まず石田と思って間違いはないだろう。カプセルを持ち出した北条は行方不明となり、カプセルを売りさばいた石田も殺された。石田の言っていた奴らって？麻薬絡みの組織か徳川、あるいはその両方か。それも AMM に転がっている死体の身元を調べれば明らかになる。どのみち奴らに雇われた殺し屋たちだろう。俺たちが追っているのは背後で操っている黒幕だ。しかし俺たちをおびき出した女って。ジョナサン、どうした？ポリスカーの下を見ろ。誰かが細工してる。おい、お前そこで何をしてる？殺した男だ。今度こそ逃がさん。エド、行くぞ。よかった、まだ再興されていない。あのバイク、ここでは違法のガソリンエンジンだ。追いつけるかどうかわからんぞ。何としても追いつくんだ。なんてこったい。こいつはただでは済まなくなったぞ。ジョ
さん、市民だけを撃つなよ。大丈夫か、エド。いてててくそ、奴はどこだ。バイクを置いて逃げた。走れるか、エド。うぅ、大丈夫だ。さ、行こう。リニアレールの駅だ。奴め、どこへ逃げた。リニアレール反発式磁気浮上方式のハイスピードインテリジェントビヨンド交通システムだ。最高速度は時速500キロ。コロニー内の全域をカバーしている。駅の方へ伸びてる。ビクトリーに分析してもらおう。 AP のどの部隊の誰の人工血液か分かるはずだ。エド、採取しておいてくれ。よし、採取したぞ。奴め、この辺りに隠れてるはずだ。
もう動けんだろうしな。うん、この辺りを探そう。ヒルマン、奴は不死身なのか。おそらく麻薬中毒者だろう。追いかけよう。ジェラさん、急げ。リニアレールが来たぞ。奴はあれに乗るつもりだ。エド、車で先回りだ。メリルたちに連絡を。わかった。メリル、エイマ、聞こえるか。そんなに怒鳴らなくても聞こえるわ、デカ長。ちゃんとモニターしてますよ。今どこにいる？生活エリアの B ブロックよ。犯人を連れてきようだ。星はリニアレールに乗るらしい。セントラルポート駅だ。次の駅で待機してくれ。了解、5分で着くわ。頼むぞ。任せといて。面白くなってきたわね、デイブ。ボックスハウンド時代を思い出すわ。ああ、僕ももうじきこのハンバーガーも食い終わる。よし、奴を追いかけよう。行くぞ、ジョナサン、ホームへ上がろう。今なら奴を追いつける。エド、乗り先切符はどうする？俺のプレスバッジは非接触切符に対応してる。なるほど、ただ乗りの常習犯か。俺にぴったりくっついていれば通り抜けられる。行こう。駅のホームだ。人が大勢いる。気をつけろ。奴はどこだ？改札は一つしかない。ホームか列車にいるはずだ。奴の血痕もない。まずい、列車が出るぞ。どうする、乗るのか。ダメだ、奴が乗ったかどうかわからん。
奴はリニアレールに乗ったぞ。急げ、扉が閉まる。よし、ジョナサン、列車の最後尾に乗り込むぞ。奴め、どこだ。後ろの車両行きましたよ。何があったんです？スピード違反と信号無視。スピード違反？さらに無賃乗車。それから年寄りを侮辱した。は？結婚の行き先とも一致するな。この男を信じても良さそうだ。よし、次の車両へ行くぞ。警察だ。みんな落ち着いて。何か妙だな。静かすぎる。見ろ、血がここで途切れてる。奴はこの車両にいるはずだ。奴の血だ。やはりここで途切れてる。ほら、痕跡を細工した跡がある。姿の男はどっちへ行った？知らん。何も知らん。私は関係ない。何か変だぞ、この男。どうした？あんた変だぞ。ほっといてくれ。私を巻き込まんでくれ。ジョナサン、やめろ。何かおかしいぞ。君、さっき男が入ってきただろ。君と同じバイクスーツを着た。知らねえよ。俺は何も見ちゃいねえ。本当だよ。妙に強調するな、こいつ。そんなはずはないだろう。この白い血は、俺たちはこの血を追ってきたんだ。俺は関係ない。死にたくない。知りたくない。お母ちゃん、お嬢さん、協力してくれないか。さっきこの車両に男が逃げ込んできたはずだ。助けて。助けて。エド、変だぞ。どうしたんです？怖がらないで。助けてください。君、バイク姿の男は見なかったか？構わないでください。お願いします。彼女が助けてって。どうした？
怯えてるんだ。俺たちは警察だ。安心していい。何でもありませんよ。疲れてるんです。あんた、俺たちの前にこの車両に来た男を知らないか。コートを取ら。何だって？コートがどうした？コートを…いや、いいんだ。どうした？何か知ってるのか？いや、忘れてくれ。そこの君、バイク姿の男を見なかったか？知らない。そこの男の子のことじゃないのか？ジョンナさん、みんな様子がおかしいぞ。奴に脅かされてるのかもしれん。つまり、奴はこの車両にいる。奴のヘルメットはどこへ行ったんだろう。かさばるもののはずだが。ヘルメット、やつはそこだ。動くな。待ってくれ。撃つな。私の子供だ。バイクの男がその子にヘルメットをかぶせたんだ。何？男は左のコートを着たやつだ。左のコート。ジョナサン、やつは、奴は人間じゃない。普通ならくたばってるぞ。急い、次の駅に着いちまそう。エド、すぐ追いかけよう。よし、ジョナサン、次の車両へ行くぞ。駅に着くぞ。ジョナサン、まずい。駅に着いたぞ。助けて。殺してやる。クリス、大丈夫か？ありがとう。ジョナサン、追うぞ。待って、一人にしないで、お願い。クリス、もう大丈夫なんだよ。私、怖い。ジョナサン、逃げられちまうぞ。エド、ネリューたちに先回りするように連絡してくれ。わかった。ハウスガーデン駅だ。ヤツが出るぞ。オッケーよ、スタンバイしてるわ。位置についてるよ、デカ長。黒のバイクスーツを着てる大男だ。すぐ上がる。その星、私たちがいただくわ。悪く思わないでね。ヤツは凶暴だ。用心しろ。ジョナサン、行くぞ。行かないで、ジョナサン。扉が閉まるぞ、ジョナサン。クリス、しっかりするんだ。いいな。行くぞ、エド。ヤツめ、ホームを降りたようだ。あの男、すごい体力だな。エド、見たか、ヤツの目を。瞬きしなかった。あの目、あいつだ。メリルからの連絡だ。
こちらへど、どうなった？デカ長、星を追い詰めたな。今井の正体よ。よし、すぐ行く。無茶はするな。通行人を人質に取られたわ。デイブ！メリル、どうした？何かあったようだ。急ごう。デイブ！デカ長、デイブが、デイブが。なんてこと。デイブ。ジョナサン、デカ長、撃たれちまった。どじったよ。人は殺さず最小限のダメージ。通用しなかった。ああ、あいつには通用しない。本当、嘘みたい。やつはこの店に人質を連れて入っていったわ。あいつ手に爆弾を持って。ジョナさん、デカ長、あの男、あいつだよ。あのシューティング、あの動き、やつか。AP 隊のレッドウッド。デカ長、デイブを助けて。俺、ホームへ行きたかった。ホームを見たかった。デイブ、メリル、メリル、いるかい？ここよ、デイブ。前から言いたかったことがあるんだ。俺、ハンバーガーより好きなものがあるんだ。誰にも話してないけど。何？君だよ、メリル。バカ。ずっと憧れてたんだ、君の匂い。匂い？血の香りがする。とうとう言ったぞ。これで思い残すことはない。デイブ！クソ！エド、店内に飛び込むぞ。いいか？よし！